第96回選抜高校野球大会3月18日開幕甲子園の組み合わせ抽選会が8日大阪毎日新聞大阪本社オーバルホールで行われた写真抽選会場に掲示された対戦カード全出場32校の首相が一堂に会して抽選に臨んだ同地区のチーム同士は少なくとも準々決勝まで2校が出場する北海道青森 石川愛知、京都、和歌山のチーム同士は決勝まで対戦しないように前もって振り分ける措置が取られた。開幕戦は八戸学院高生青森、と関東第一、東京、の顔合わせ、初日の第2試合では21世紀枠で出場の田辺、和歌山、と、昨週、明治神宮大会を制して今大会優勝候補に上がる星稜、石川、が対戦する。 大会第23日目に登場する B ブロックは、第2日第2試合で敦賀気比、福井と明豊、大分が対決するほか、試合校舎の高崎健康福祉大高崎、群馬、昨年選抜覇者の山梨学院が入るなど激戦の様相を呈している。さらに1回戦最終日となる大会第56日に登場する D ブロックは、和帳激戦区、八甲中、 校校がが優勝経験とと名門がずらりと並んだ第5日第1試合で昨週関東大会王者の作新学院栃木と上村学園鹿児島の対戦が決定また第2試合に大阪桐蔭北海第3試合で報徳学園兵庫と愛工大名電が対戦さらに第6日第1試合で上総学院茨城と日本航空石川が対決する。 出場32校の初戦対戦カードは以下の通り、第1日3月18日、月曜日、1回戦第1試合、八戸学院高生、青森、関東第1、東京、10時30分、第2試合、田辺、和歌山、清涼、石川、13時、第3試合、大見、滋賀、熊本国府、熊本、15時30分。 第2日3月19日火曜日1回戦第1試合豊川愛知阿南港徳島9時第2試合鶴ヶケ比福井明豊大分11時30分第3試合学法石川福島高崎健康福祉大高崎群馬14時第3日3月20日水曜日1回戦第1試合創志学園 岡山、別海、北海道、九時。第二試合、山梨学院。山梨、京都外大西。京都、11時30分。第三試合、耐久。和歌山、中央学院。千葉、14時。第四日、3月21日。木曜日。一回戦。第一試合、宇治山田賞、三重、東海大福岡。福岡、九時。 第2試合高慮、広島、高知、高知、11時30分。第3試合京都国際、京都、青森山田、青森、14時。第5日3月22日、金曜日、1回戦、第1試合上村学園、鹿児島、作新学院、栃木、9時。第2試合大阪桐蔭、大阪、北海、北海道、 11時30分。第3試合愛工大名電。愛知、報徳学園。兵庫、14時。第6日3月23日。土曜日。1回戦。第1試合日本航空石川。石川、上層学院。茨城、9時。第6日第2試合。11時30分。から2回戦。